そろそろ時間ですが、3枚あるんですけど、私は9月の25日にですね、西村慎吾議員と2人で太陽の党という党を設立をいたしました。そして2年後の選挙を目指して準備に入ってたんですけども、実は太陽の党は1月1日にならないとですね、公職選挙法上の政党にならないんです。だから安倍総理に選挙の来月にしてくれと言いたかったんですけども、まあ今月や1月にしてくれと言いたかったんですけども、まあ12月にやっちゃうということなんです。太陽の党が使えないんですよね。それでまあどうしようかなと今一生懸命考えてるとこなんですけども、まあもう私も都知事選で一度飛び上がってしまいましたので、空軍ですから一度飛び上がったら敵空母を撃沈するまで飛び続けるしかないと思ってますので、ね、まあなんとかやろうというふうに思ってます。で今この日本がですね、尖閣諸島とか小笠原諸島でですね、中国の漁船がいっぱい来て、そして宝石産を盗んだりしますけどもですね、日本これでき何もできないんですよね。そしてこの中国の漁船が尖閣諸島でなんぼでも操業するんですよね。しかし沖縄のこの八重山の漁船なんかがですね、操業できないんです。海上保安庁はですね、この日本の漁船に入るなと、このいろいろ喧嘩になるから、で中国の漁船はその間何歩でも入ってくるんですよね。これって日本の海なんですかと本当思いますよね。これずっと放置されてるんですよ、この状態が。でだから尖閣から今度小笠原諸島でも同じようなことが起きるわけですよね。早くこれなんとか対応してもらいたいなと思うんですけれども、この尖閣に中国の船が来てるとか小笠原に中国の船が来てるっていうのはどうやってわかるんですか。これは海上保安庁とか自衛隊がですね、ほぼ自衛隊がこのプレスに対して来てるよとリリースするから分かるんですよね。黙ってれば分からないんですよ、これ。だから自衛隊があれ黙って沈めてても実は誰も分からないんですよ日本国民は分からないんですよ。それはアメリカとかまたどっかがですね、衛星で見ててやってるということを言うかもしれませんけれどもですね、ですからですね、現場に任せればいいんですよね。現場に任せておけばですね、あんなのニュースにもならないんですよ。あんないっぱい来る前に片っ端か沈みますからですね。で、現場に任せればそういうニュースにならないし、で実際世界中でああいうこと起きてるわけですよね。で、韓国だってこの1年間で中国の漁船2回撃ってますよね。沈めてますよね。漁師が死んでます。でもほとんどニュースにならないですよね。わからないですよ。で日本の場合は現場に任されないで総理大臣官邸が対処しろと言ったとか言うから、まあ分かるだけの話ですよ。ですからこれをですね、なんか早くこの領域警備法みたいなものを作ってですね、で現場に任せるという格好を早く取ったらいいと思うんですよね。でないと国際法って実績ですから、今の状態を10年20年続けたらですね、やがて中国にずっと昔からやってましたと言われるんですよ。これ極めて重大な問題だと思いますけれどもね、日本政府がこれどれほどこの重大な事態だということを認識しているのかということだと思うんですよね。でなぜ治らないんだ。悪いのは自公連立政権ですよね。公明党とくっついているような自民党では私は何もできないと思います、実際ですね。ですからなんとかもう離婚してもらいたいなと思いますね。だけれどもですね、やっぱりこの自民党の右側にしっかりとした柱を立てたこの健全野党ができないと、なかなか自己分離できないと思うんですよね。ですけどもこの次世代の党がそうなるかと思ったら、なんか今度の選挙で ほぼ壊滅的に負けるというような状況らしいんですよね。と本当にこの日本ってまた危険な状況になってしまうではないかと思うんですよね。だからなんとかこの本当にしなきゃいけないなと私も思ってるんですけども、いかんせん本当大変日本にとって今厳しい状況が続いているということだと思います。で国を守るということを本当もうちょっと真剣に考えないとですね、まさにその領土だけではなくて金もですね、西先生の方からも話があったように、分からんうちに取っていかれるんですよ。こういったことも本当もっと
日本政府がきちんと考えていくべきではないかと。とにかく問題を隠して、とにかく今問題ないと、そのいうことで国民を騙してですね、その先送りしてって気がついた時はどうにもならないというようなことになる事態を本当避けなきゃいけないなと思います。ですから拉致の問題も長年隠されてました、日本政府によってですね、あったにもかかわらず。竹島なんで韓国に取られたんですか。私は昭和40年代九州にいたんです。福岡に自衛隊の戦闘機は竹島行って普通に飛んでましたよ。ある日突然行くなという指示が出ました。それで実効支配されたんですよ。でもこういうことがあったということ自体が隠されてます。これ聞いても今ないということになってます。で私は自衛隊だから分かってます。それパイロットが行って今日竹島行ってきたと、大変綺麗だったというような話を何度も聞いてます。だけどもこういったことももう隠されちゃってるんですよね。だから日本のこの、まあ、自民党政権がですね、やっぱり国を守るということを本当真剣に考えてこなかった。なんでそんなことになったのかなと。なんか工作を受けたり金もらったりしてですね、そういったことを政府が隠して国民を騙して、そして取られてると。尖閣だって今の状態が続くとやがて取られますね。だから私は早くこの法律を整備をしてですね、現場に任せて、そして現場に任せればですね、自衛隊に任せればあれ完全に排除してくれます。あんな漁船の100隻や200隻ですね、全く心配ないですよ。現場に任されてないから排除できない。自衛隊はやるなと言われてる。海上保安庁も武器を使ってはいけないと言われてる。だから排除できないの。中国はそれみんな分かってるんです。それはこの軍、自衛隊とか海上保安庁を根拠規定で動かすわけですよね。日本は根拠規定で動かすから自衛隊は何ができて何ができないかというのを中国から見たらみんな分かるわけですよね。で 集団的自衛権の行使もそうです。石破茂幹事長が15の事例集を作って公明党や国民の皆様に何ができて何ができないか分かるように議論しますと言ったらですね、中国から見たら、あ、こういうふうにいけば日本は集団的自衛権行使できないというのが分かるわけですよね。だからこういう議論ってのは本当に馬鹿げたことですよね。だからよその国と同じように禁止規定だけがあって、これとこれとこれはやっちゃいけませんと、あとは何でもやりますということにしないとですね、これは本当に国を守れないというふうに思います。これ本当に中国がもうどんどん出てくるわけですから急ぐべきだと思います。で一番のこの認識違いがですね、そこで日本が強硬手段に出ると中国と戦争になるというわけですよね。戦争が怖いんです。戦争になったら立ちどころに中国にやられると思ってるからです。そんなこと絶対ありませんから。戦争って私は自衛隊に30数年いて訓練をしてきましたからですね、準備しないと絶対にできません。で自衛隊は毎日毎日中国が戦争の準備を始めたかどうか毎日こうチェックしてるわけです。全くしてませんから、戦争なんかやる気ないんです。だから来たのはですね、もう片っ端から沈めたらいいんです、あんなものは。もう2ヶ月ぐらい沈めたらもう絶対来なくなります。まあ2ヶ月もかかりません。2回ぐらい沈めれば来なくなります。本当にだから私はそういう強い態度を示さなければですね、これをどんどんやられますね。まあその前に総理が靖国参拝をしないとかいうこともこれ問題ですね。総理が靖国参拝できない、中国や韓国が文句言うから今はその時期じゃないとかいうことになるとですね、日本は圧力をかければ必ず要求を飲むというふうに思われるわけです。日本からすれば靖国参拝しないということはどうぞ文句言ってくださいと、皆さんが文句言えば必ず日本は言うことを聞きますからというシグナルを常時発信しているようなものだと私は思います。どこの国でですね、日本以外に大統領や総理大臣が戦没者が祀られているところにお参りできないとかいう国があるもんですかと思います。ですからやっぱり国国民を守るということについてですね、本当きちんと行動すればですね、日本国民だってバカではないから私は支持をすると思うんです。なんとか本当そういう政府になるようにですね、私もちょっと頑張っていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。